あゆゆさん33歳女性、片付けが楽しくできる方法を教えてください。教えませんと言いますのは、私が片付けがものすごく苦手だからですね。で、今も結構机の上が片付いてないんですけども、2日ぐらい前に片付けたんですけどね。なので私は非常に片付けというものを苦手としておりますので、もし片付けを楽しくできたらですね、私もやってるんじゃないかなというふうに思いますけども、結論から言うと、私は別に片付けを楽しくする必要はないと思うんですよね。誰でも得意なことと苦手なことがあるので、私は別に片付けは苦手だからって言って、それで落ち込んだり自分を責めたりストレスになったりするということはないので、時々ここの事務所にも人が訪れるので、その度に15分とか30分ぐらいでわーっと片付けるということをね、半分強制的にやっているということですね。なので皆さん苦手なことをなんか克服したり何とかしようというふうに思うんだけど、楽しくないことは楽しくないというふうに認めるということも重要なんじゃないかなというふうに思いますけど、その上でやり方っていうのはいくつかありまして、今みたく強制的にやるっていうのが一つの方法なんですね。だからあなたの家に誰かお客さんが来るよって言ったら片付けないといけないでしょ。それはね、今の方が例えば女性の方だとしたら、彼氏が来るよって言ったら片付けないと大変じゃないですか。部屋に彼氏が来るよって言ったら、それと同じで、そういうふうに、まあ一つは強制力っていうのを使ってやっていくと、適度な緊張は能力を2倍にしてノルアドレナリンを出しますので、普段はああやだと思ってすごいやれないことが、ある種強制力と緊迫感によってやらざるを得ないということになりますよね。あと私はあれも苦手なんだよな、海外旅行のパッキングもものすごく苦手なんですよね。海外旅行のパッキング、私当日の朝やんですよ大体当日の朝やんですよ。当日の朝1時間でやるんですよ。前日とか2日前って不可能なんですよね。まだひげ剃りとかさ、いろんな道具とかをさ全部入れられないわけだから、中途半端になるの嫌なので、なので大体海外旅行のパッキングは当日の朝1時間でわーっとやると、その後すぐ出かけていくというですね。もし間に合わなかったら飛行機に遅れてしまうという超緊迫感があるので、確実に1時間で終わるんですねという強制力を使ったりしてやっていますね。あと私の部屋の片付けをする場合ですね、私は午前中にやります。午前中っていうのはものすごく集中力が高くて、本当は執筆に当ててるんですけど、皆様が一番苦手なことをやるのに適した時間帯でもあるんですね。なぜならば脳のパフォーマンスがものすごく高くて、脳が疲れていないからです。あなたが苦手なことを例えば仕事が帰ってきてからやるとか、疲れた状態でやると余計に時間がかかるし、余計にはかどらないし、余計にどうしていいのっていうふうに思っちゃうんですね。だから皆さん多分片付けをしようっていう方は、会社か仕事が終わってからね、家に帰ってきてから多分やると思うんだけど、そうする時って脳のパフォーマンスがものすごく下がってるので、一番はかどらない、苦手なことが余計できなくなってしまう時間帯というふうに言います。なのでもし片付けが苦手な人が片付けした場合は、朝やる、早起きして朝やるっていうのが非常に片付く方法だと思います。ということで、なかなかね、苦手なものを楽しくやるっていうのは難しいんですけども、はかどるようにやるコツというものをお伝えしました。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。